同方リバプール遠藤航さん出場時と欠場時の結果の差がこちら。マヌ遠藤出場時15試合11勝3分1敗1試合平均得点 2.31 試合平均失点 0.9 勝率 73.3 遠藤欠場時5試合2勝3分1試合平均得点 1.81 試合平均失点 1.0 勝率40。さすが俺らのキャプテンはやっぱ違うんだ。ここ遠藤なんよ。遠藤スタメン定着してから安定してきた感は正直ある。素晴らしい活躍仕事し、遠藤が捨て身で突っ込んでボール奪えるようになって攻撃陣がゴール前まで戻る回数が減って体力温存できてるのはいいかも。相手ボールになっても遠藤が近くにいたら戻らずに反撃の準備してるまである。あの鉄人サラーですら2年前の同じ時期のアフコンで決勝まで行って戻ってきたらキレが完全になくなってたから、その後シーズン終了まで結局いまいち戻りきらずリーグと CL 逃したし、タフな遠藤とはいえ決勝まで行ったら戻ってきてもリーグ戦佳境に入るのにコンディション悪い可能性がかなり高い。ほんときついわこの時期のアジア杯は。12月のプレーを今後もできたら月間 MVP を頻繁にもらう選手になるだろうな。遠藤がスタメンの時のリバプールは勝率75で現地でも絶賛されてる。遠藤は現代のグラディエーター、殺しの良い殺し屋で盛り上げるのはやっぱりファイターだわ。